2019年11月12日7時 C 東北新社映画 .com ニュース CS 放送ファミリー劇場でオンエアされている声優バラエティ番組声優男子ですがの劇場版タイトルが劇場版声優男子ですが、これからの声優人生の話をしように決定しというキャッチコピーとともに番組のレギュラーメンバーである上村優斗、梅原雄一郎、川本圭介、小林雄介、白井雄介、本庄雄太郎、山本和臣の7人が誠意茂る森の川辺に佇む姿を映したポスタービジュアルが公開されている。今年で5周年を迎える同番組は14年のパイロット版の放送後シーズン4まで制作されている人気番組。個性豊かな7人の男性声優が様々なチャレンジ企画を通して絆を深めていく姿が描かれており、シーズン4の海外進出、台湾に来ちゃったよ SP では初の海外ロケも行われた。ナレーションは諏訪部純一が担当している。劇場版スタッフはシーズン3から4を手掛ける鈴木あゆみ監督のもと、脚本を同じくシーズン3から4に構成として携わる那沢じめと、プロレスラーとしても活躍している構成作家のゴージャス染谷が担当する。映画コム速報。